今のオラルヒストリーっていうんですね。これは国史学会で、イニシアチブを取ってくださって伊藤隆先生が東大でですね、やっぱりオラルヒストリーをやれ売りになって、その今生きておられるね、だいぶ老人の方、引退された方なんかをいろいろと政治家をはじめですね、いろんな分野の方、特に伊藤先生の場合は政治家ですけども、それを録音されてですね、でそこから歴史を、現代史をね、ひも解くということをおやりになって、これも非常にまだ同じ同時世代同時代に生きているということで、しかしもうすでに忘れられていくような、そういうこう歴史の流れをね、こうオラルヒストリーっていうのは非常に重要でね。でこういう傾向はですね、歴史学でもストラスブール学派っていうのがあって、これはやっぱりそういう地元のこの個々の部分だけを取って歴史を論じてですね、そこからできる限り小状況から大状況を見通せるような、そういうギンスブルクなんかもイタリアではやってるんですけど、そういう郷土史をですね、よりこう膨らませて全体史にこう近づけるっていうかですね、そういうことの歴史運動が20世紀の初め頃あったんですね。でその傾向は非常にある意味では20世紀の歴史、としてもね、面白い分野だったわけです。ですから、そういうことが現実のこう録音をしてですね、そういうビビッドな、それをできる限り現在化するというかですね、そういうことによって初めてその意味がね、分かってくるというか、そこまでいくとやはり記述する人が必要なんですけれども、で私の今日のね、あれもちょっと皆さんにお配りしたのは脳の話なんですね。でこの脳の話っていうのは、これはもう歴史というよりも芸術史のジャンルであるわけです。で私自身が美学西洋美術史 のあれだったもんですから、脳は子供の時から母親に連れられて行ってたこともあって、そういうことを聞くのはあんまり珍しい、日常的というわけではないんですけど、やっぱり脳の方々は全部ですね、やっぱりそれぞれの流派に属されていてですね、で大体もう子供の時からそうやって習っていくということがあるわけで、私の祖父なんかも歌いをやってたんで、そういうのを聞きながらですね、やはり親しみを感じていたわけですが、ちょっとこの前大倉源次郎先生っていうか16代大倉源次郎さんって人間国宝になってる小包の方なんですけれども、それと一緒に本を出しましてですね、で特に畑氏の問題、畑川勝が世阿弥観阿弥のですね、要するに始祖であると、先祖であるというのことから、この畑氏というのは何者かっていうところでですね、私はいろいろとそのユダヤ人問題をですね、ちょっと担当直任にやって、茂木さんとのこう話もそうですし、それからすでに日本にやってきたユダヤ人の古代史という本を出しているわけですね。でこれによって脳の見方がガラッと変わるんですね。なぜかというと、私はそれまでもう今の既成の学者の畑氏研究は全部朝鮮で終わってますから、
朝鮮以前のことは誰も言わないわけだね。で朝鮮中国止まりで、ですから日本のこう文化が全て朝鮮から来たというようなことに、まあ、皆さんもねこう教育されてきて、何だろうということでね、思っておられる方も多かっただろうと思うんですけれども、そこにこう埴輪にちゃんとユダヤが出てきたというようなことが、それまでの日中同窓論者みたいな人たちに、まあ、火をつけてですね、まあ、今でもインターネットでそういう人が番組を作ってますけども、まあそういうこう現代的な発見というものからですね、脳をもう一度見てみようということがねあって、まあ5日でしたかね、やらいの学堂で大倉先生と対談をさせていただいたわけですね。まあ、そこでですね、ちょっと言いかけたのは、これは脳の問題であると必ず大きなの問題が出てきてですね、まあ、皆さんもそういうなんかインターネットでお聞きになったと思うし、それからまあ普段にご存知と思うんですけども、この大きなっていうのがこういろいろと書かれてましてね、で沖縄学っていうのがあるぐらいにいろんな説があって未だにわからないということが、またそれが沖縄だというようなことがね、まあ言われているわけですけど、ちょっと私はこれをね歴史的に研究するっていうことでちょっと問題にしたいと思うんですね。まあもちろん私自身は歴史家ですからね、やはり全体の問題から考えるということで、さまざまな角度からやってるわけですけど、まあ明日もですね千葉にちょっとねそういう調査に行って、まあそこが面白いのは縄文土器の歴史とですね、そして大宮ですか、要するにね国譲りでですね、高間原系が出雲系に対してですね国を譲れと言った時に、諏訪にやってきた要するに出雲系がですね、それと一緒に、結局それは象徴的な言葉であって、関東にですね多くの出雲人がやって、それは何かというとユダヤ人がやってきたってことですね。ですからそれがやっぱりたくさんのですね関東の博物館にユダヤ人埴輪が見られるわけですね。でユダヤ人埴輪っていう認定をされなかったために、まあ、皆さんはそれをねこう不可思議な埴輪というかですね、つまり何も説明されないで埴輪を見ていたということなんですね。でしかし、まあ、それがこう転機となってですね、やっぱり畑氏研究がこれからですね非常に重要になってくると思うんですね。でこの畑氏あるいはまあこれがですねさまざまな日本の2つの山と大山と日高見国のこの2つの国2つの流れっていうものを規定していくと思われるわけです。これ前奈良からですね遺跡の名前忘れましたけど2メートル35の剣が出てきたんですね。あれがやはりこう波打ってるっていうことなんです。あれはもう明らかにアーロンの杖なんですね。だからアーロンの杖が出てきたんだけれども、それを研究している方はさっぱりそれが、まあ、考えて、なんか青柳さんというその、まあ、研究所長ですか、なんか私の同期の人なんですけども、なんか曖昧、その西洋をやってる割にはほとんどそのことのね認識がなかったんで、
とんでもないなと思ってましたけどね。結局そういう今明らかにそういう問題が重要になってきているわけですね。で日本がやはりそういうふうな、まあ、ユダヤ人が入ってきたということを認識なしにはね、歴史は語れないんですよ。不勉強なんですね。でそれは何かと見ればいいわ、分かるわけですから、まあ、そういうことでね、今度はその脳の話もですね、やはりその問題がないと畑川勝が脳のこう、まあ、これはもうご存知の世阿弥が風刺家伝で言ってるわけですけれども、その子孫先祖であるということ、これをね新たに脳に全ての研究に加えていくということが今必要になってきているわけですね。でお配りしたテキスト、まあ急いで書いたんで あれですけど、ちょっと読ませていただきます。脳はですね、脳にして脳にあらず、あごめんなさい、翁ね、能楽の翁、翁は脳にして脳にあらずと言われ、まさに別格の一曲であると。このカテゴリーには属さず、物語めいたものもないと。まあ皆さんも、まあ、脳に関心ある方とない方もいらっしゃると思うんですけど、問題はですね、この脳がいかに歴史を反映しているかという問題をね、ちょっと問うてみたかったからこの問題を取り上げたわけですけれども、この翁っていうのがですね、神聖な儀式であり、演者は神となってですね、天下太平国土安穏のを祈祷する舞を舞うと。能楽の翁の冒頭に歌えることは、さっきの、まあ、にもよく意味がわからない言葉っていうのがありましたけど、まさにそれがですね、とうとうたらりたらりら、たらり上がり、ららりとう、ちりや、たらり、たらりら、たらり上がり、りら、らり、らりとう、ところ、仙台まで、千代まで、おわしませ、という、こういうふうな言葉をね、冒頭に唱えるわけですね。でこれも意味がわからない、ね、だから私はまあこういうふうに説いてあるんです。この言葉はとうとうと水が流れる、たらりたらりと水がこぼれる、ちりやたらりたらり移り、それがあらゆるところ末永く存在すると、まあ、そういうふうに解釈したわけです。でこれは縄文土器もですね、実を言うと縄文土器も私は火炎土器じゃなくて水炎土器だって言って、水を紐で描いたんだというふうに説をする。この本もね、もうすぐ、まあもちろん論文は書いてるんですけども、読みにくい私の論文集に載ってますけど、しかしそれとまあもともと縄文土偶と土器と両方をね一緒にして、また縄文土器時期のね早苗丸山なんかを語った本を今準備してますから、まあこのことがですね、この水というものが出てくるっていうことは、大変時代がですね水というものが大事だった。でこの翁っていうのはですね、もともとその後で言いますけど、コンパル全地区という人が明宿州っていうね、2のところが2章のところがそれなんですけど、そこを分析するわけですけれども、これがですねやはり日本の開闢のですね、頃の神の神だって言ってるんですよ、沖縄のことをね。でこの分析は後でしっかりやり、まあできる限りしっかりやりますけども、そうするとまあその非常に日本開闢の徳っていうのは、まあ後で
記事をね読みますけども、そうするとですね、非常にこの言葉がやっぱりそういう問題と、に日本がですね、それだけ水の国である、自然の豊かな国であるということとこう関係してくるわけです。それから日本がまあそういう水の国であるということによって、こう砂漠から来た人たち、まあもともとですね、人間というのは、まあ、アフリカから来たというか、まあ、いろんなところを経由してでも日本に来るというのは、まあ、アフリカから出発しなくてもユーラシア大陸、そこに砂漠もあるしですね、そういう、こう困難な道を経て来ているわけで、ちょっと面白いのはね、脳の、橋ですよね、こうゆっくりと歩いてくるあの橋のですね、こうあり方っていうのはどうもやっぱり あちらの国からこの舞台に来る、そういうこうユダヤ人たちのディアスポラのね、こう歩いてくる姿を、まあ、ちょっと反映してるんじゃないかなということをね、大倉さんにも言ったことがあるんですけども、だって演劇の舞台でね、あんな橋なんか必要ないわけですよ。でヨーロッパにもそんな舞台はないんですよね。でだからそれは結局ゆっくりゆっくり歩いてくる、彼らがね大陸をこうずっと進んで歩いてくる、そして今の舞台に入る、それはあたかも死者の国、過去の国、あるいは遠くの国っていう意味をね、その空間的あるいは時間的、そして精神的に古い、精神的にというのは死者というね、あちらの国という、そういうものを含めた橋がかりですね。あそこをずっと歩いていく、あれだけでみんな退屈して眠っちゃうんですけども、脳を見るとね、もうゆっくりゆっくりでいつ着くかというような、まあもちろんすぐ着くわけですけども、そういう舞台作りっていうのはやはり日本だけにあるということの意味をね、やはり考えざるを得ないわけですね。でそしてですね、まあ、畑川勝の、これはまあちょっと読みますけれども、沖縄は古くから伝わる曲で、その源流に歴史の彼方にあり、謎に包まれていると。世阿弥は風刺家伝に猿楽の祖とされる畑川勝、畑の高勝と、まあここに、まあ、いろんな読み方がありますけれども、で子孫の畑の氏康が村上天皇の時代10世紀頃に、川勝が本来の猿楽を66番待って受福を祈願したが、そこから3番を選んで式3番沖縄の別称ですね、式3番3番ね、式3番としたという内容を語っているわけです。で世阿弥が記した式3番は父の城沖縄、まあ、沖縄面とも言いますけども、それから3番猿楽、三馬猿楽という、それぞれ老体の神が受福を祈って祈願して舞う3番の曲を指して三番一組で演じられたと。後に父上、まあ、に演じられなくなって、現在は潜在沖縄三番層の順に舞う形となっていると。で沖縄は舞台上上演前にも始まるっていうね、これはちょっと面白いんですね。沖縄はですね、の務める役者はですね、上演前に一定期間精進潔斎の生活を送り、心と体を整えて舞台に上がるということになってるわけですね。
で上演当日はですね、多くの場合舞台上部のしめ縄を張って場を清めると、結界を作るわけね。でそこが一つの空間、心的空間というものをなるとね、舞台が。これはね、だから日本の神話の世界に入るっていうことでもあるわけね。でもちろん神社もそうですけど、そういうこう 聖なる空間に入る。で鏡の間には祭壇を設けて使用面を収めた面箱、幹などを備えて儀式を行うと。この神道の祭祀を思わせる舞台は、この沖縄の思考の存在であることを感じさせる。だからこの今まで沖縄って何者かっていうのは分からない。で結局脳でありながら脳であらずということはどういうことかっていうと、一般的な脳のね、こう演目の中で違う主題であると、違う空間時間精神を持ってるっていうことですよね。でここでちょっと重要なのはですね、まあこれも大倉先生と喋ったんですけども、脳の空間っていうのはね、まあ結局その世阿弥観阿弥の世界ですけれども、なぜ室町時代から始まったか。でもちろん猿楽みたいなものがあったわけですけれども、これがですね室町時代に非常に、まあ、おそらく鎌倉時代からも始まっているんですね。まあしかしそれをですね、まあ、ここで世阿弥観阿弥のこの人たちが、でこれは全部果たし系ですよね。ずっと果たし系がこれをずっとやってるわけです。だからこれがね、まあまあこれ必ずしも全てじゃないんですけど、やっぱり大きな人ですよ全部。大倉さんも大きいしね、花も立派だしですね、やっぱりそういうユダヤ人系だなと思わせる人たちが舞台をやってる。でこういう人たちが京都でですね、芸人をやってるって言えばあれですけども、そういうこの人々になっていくということがまあ分かるわけですけど、まあ、しかし京都や奈良ですね。でそういう人たちがこういつも固まって生きているというところに、まあ、脳のこうがずっと続いていく一つの大きな原因、理由でもあるわけですね。で幕が上がるとですね、橋がかりから面箱を先頭にして沖縄と潜在三馬山三馬荘林方が各段に順に舞台に入ると。そしてしてはですね、舞台の上で深々と礼をした後に、着座すると。で三帝の小鼓とそれから笛の囃子が始まってからしては歌いを始め、地謡と掛け合いに入ると。その後潜在が舞うと。で潜在は露払い、先導し道を歩きやすくする開く者の役割を担うと。この舞の間にしてはまあ沖縄面をつけてですね、沖縄の神に変身する。ちょっと面白いので、ごめんなさい、ちょっと面白いのはね、そこにもうただの一人の、まあ、指定が座って、ここでですね面をつけて初めてですね、こう自分の沖縄の役割を演じるというね、沖縄の神に変身するという、まあ、そういうことになるわけですね。
これはちょっと面白いんですよ。つまり日本はね、神話はすべて神は人なんですね。で、神は人であるっていうことは荒井白石がまあ言っているわけですけども、私もそれで縄文時代の日高見国の人々が神なんだなということをね言ってるだけで、だから我々の先祖はみんな神なんです。で、縄文時代の先祖たちはみんな神になっていると。で、そこを平田のあれが結局まあ高間原と名付けたわけね。で、だからまず東京も高間原の中に入ってるわけで、これはねちょっと、まあ、明日も行くわけですけれども、高間原に我々関東の人は住んでるんだという意識、これがねあるとちょっと面白いなと思いますね。これがあると縄文時代からずっと生きている日本人っていう意識がねできてくるわけです。で、縄文時代っていうともう今までのねこう文明感想たる歴史のこう唯物論者たちが意味がなくなるんですね。そこに国があった、そこに人々が住んでいた、そしてそこに神と後で言われる人々がいろいろと議論していた。沖縄はそれなんですよ、その一人なんですよ。ですからそこで沖縄っていうのがね、縄文時代に歩いてくる、まあ縄文時代というとねこれ、まあ、単なるね土器のあれですけども、しかしそこに日高見国の時代の人々がまあいたということね。それを高間原と呼んだ。で、高間原の人なんですよ、このこれはもう後で言いますけどね。で、沖縄進み出て舞、舞が終わると沖縄は面を外し、再び、舞台上で深く礼をし、その後沖縄と潜在は橋がかりより退出する。これを沖縄帰りと呼んでると。で、今後コンパル今後北の三流では潜在は退出しないと。最近見て、あれは、混合でしたね、はい。で、時期北面の三馬荘が登場し、その後ですね、もみの段を待った後、国式場の面をつけ、面箱と問答を行った後、鈴を渡されて今度は鈴の段をの舞を舞うと。で、能の舞台はいつもですね、静かな緊張感がみなぎるっていうのは、これが結界の中の存在だからね。で、この沖縄は他の能と違い、神聖な儀式の独特な雰囲気がある、そういうことですね。で、沖縄の上演中は見どころに入ることもできることも禁じられると。つまり観客も神事の参加者であって目撃者として言葉にできない領域に入ると。余計に語ることはない。で、この雰囲気を作るのが能役者、この人たちの舞台の能役者の力量なんですね。ああ、ここはもうこうピンと張ったこうあれをね感じるなあと思わせないと沖縄が生きてこないわけですね。だからこの辺がこの彼らの演技力っていうか、まあそれができるかできないかですね。だから素人がやるともう本当になんかなんだかわけわかなっちゃうんですね。だから沖縄っていうのが単なる下品な男に見えるというようなことになるわけです。しかしそこに面が入ってあの顔が、これ最後のページが2ページ目のところね、写真を入れておきましたけれども、輝くようなね、日に輝くような真っ白なふくよかなですね、この、まあ、沖縄の顔っていうのが、これはまあその非常に我々を
ある昔の世界、ね、こうにいざなうわけですね。で昭和39年ですけれども、これ1964年ですけどね、あのコンパルゼン地区の、まあ、メーシク州というね、これが、まあ、この発見されてというか読まれてですね、大きな祝神の意味、あるいは神々の世界の中での祝神の位置などについて、まあ、多数記述されているわけです。でメーシク州というこの全地区がですね、一座の行進のためにサル学で最も重要な精神的な価値を持つ沖縄の本質を明らかにしようとして書いたものなんで、これはちょっと一族に値するわけですね。一種の、まあ、内部文書って書いてありますけども、貴重な当時の文献であるだけにですね、ここで、沖縄の本質をつかむ上でちょっと読んでみたいと思うね。で、メーシク州っていうのはですね、次のようにの言葉で始まるんです。つまり、まあ、要約すると全地区というのは一切全ての存在とは沖縄と同義であると言ってるわけです。まあ、これはちょっと大げさなあれでしょうけれども、で原文は、まあ、このカタカナ混じりの、ね、漢文ですけれども、これはあの現代に口語訳が後でやりますから、口語訳であの読みましょう。そもそも沖縄という神秘的な存在の根源を探求してみると、天地開闢の始まりからすでに出現していたものだということがわかると。そして地上の秩序を人間の王が統治するようになった今の時代に至るまで、一瞬の途切れもなく王位を守り、国土に富をもたらし、人民の暮らしを助けてくださっていると。これはね、非常に重要な沖縄のね、あの在り方を示している文章なんですね。そうなってもそうやってコンパル全地区は読んでたということですからね。で引用したこの文章をここで解釈していこうと。これはあの天地開闢の初めより出現しまして神王の今に至るまで王位を守り、国土を立し、人民を助けたまうこと簡単なしと、まあ、原文があるんですけども、とは天皇の存在そのものではないですか。ところが天皇というのはもちろん神武天皇からですとね、あの天地開闢じゃないわけです。で私はそこでね、まあ、その後あの記事を読むということをしたわけね。で記事に初めてですね、天地開闢の時が書かれているわけですね。で古事記によれば、天地開闢の時、最初に雨の水かの主の神が現れ、その次に高間原に出現したとされているのは高見結びの神ですね、という神であると。この次に神結びの神が出現していると。で共に造家の三神とされ、造家の三神とされ、いずれも性別のない神、かつ人間界から姿を隠している一人神である。でまずですね、雨の水かの主というのは雨の真ん中に存在している日の神である。これはもう太陽の太陽神ですね。このことを最近なんか雨の水かの主っていう本を書いて、人がみんな金、これ後で言うんですけどね、あのまあこれまあまあそのもうすでにあのこの時代はもうすでに流行ってはいるんですけれども、金星だっていうね、あのことが、まあ、これはまあ、やるというのは、こういう解釈は、大体平安頃から始まったもので、まあ、特にあの鎌倉に流行る。で、江戸なんかにもね、金星というか、
まあ、これが中心だということで、まあ、語る。これは後で言いますけど、そういうことでね、これはまあどう見てもアメリカの田舎の神っていうのはやっぱり太陽でなくちゃいけないわけですね。で、このことはマガタマがの意味も通じているわけです。マガタマは1万年前からあるわけですけれども、それを今の天皇家がお持ちなんですね。唯一その、まあ、三種の神器の唯一お持ちなのはこのマガタマだ。なぜマガタマを天皇がお持ちかっていうと、これはだから日本の起源を示してるんで、太陽と月をこう表してる。で、これはもういろんな解釈をすると皆さん言ってるけど、別の他の解釈はあまりにもいい加減ですよね。これ胎児の姿だとかね、なんか虫の姿じゃないけど、なんだかんだ言ってますけど、やっぱり明らかに太陽と月、なぜかというと真ん中に穴があるね。これは太陽を直接見ると見えない、光が強すぎるんで、こうやって見るわけですよね。それの穴なんですよ。別に紐にかけるところじゃないんですよね、あれ。で、ですからここのところにもですね、アメリカの水上の主の神とマガタマが続い、まあ、それを見るということがね、こうマガタマに意味がある。それが天皇のお宝になっているということね。そしてその太陽神の下の日高見国高間原で高見結びの神が男神である。で、高間原っていうのは日高見国、日高見国の結ぶ人は高見結びの神。まあこういうことが私の研究でも、まあ、皆さんと共にやった研究でもそういうことが納得されると思うね。で、そしてその高見結びの神の意味も中にもね、こう人三という言葉です。これはまあ人を産ませるという、まあ、男ですからね。で、産ませる、あるいは生産をさせるということで、それから巣っていうのは住まいですよね。住まいを作りで人と共に生きることを促すと。そのために高いところから国を見るという、お天道様だっていうね、豊富な水をまた潤す。で、神結びの神は女神で、やはり子を産み住まいを作り人と共に暮らすことに力を合わせる。で、この神結びの神っていうのはいろんな意味で生産の神にもなる。これがずっと後になると物の部氏に通じていくわけですね。物をこういろいろ作ったりする、まあ、これがある意味で女性の的な役割ということで、これが物の部氏と、それからまあまさに藤原氏のね、中富氏、つまりこれ妻子をやられる家系ですね。で、こういう2つの家系がまさに、鹿島神宮と香取神宮が分けてるわけですね。で、明宿集がですね、書かれた時代はすでに神仏集合の時代で、本地衰弱説が支配的だったと。そのために純粋な日本の神道と異なり、そこに仏教的解釈を取り込んでいると。この観点を沖縄の本体、本寺を探求し、大蔵会と金剛会をもとに共に超越した方針の大金如来をありと。これはもちろん空海のね、まあ、真言宗にもちゃんと出てくるわけです。つまり大蔵会、金剛会で大金如来ですね。で、あるいは無限の悲願を込めて我ら包摂する方針の阿弥陀仏、阿弥陀如来ではあり、また人間の世界で教化を行う往診の釈迦牟尼であると。まあ、往診っていうのは、まあ、なんていうかな、仏が悟った真実と言ってもいいですね。これ往診、みんな、この2番目の往診はですね、これはまあ悟りの
まあ、境地というかですね、悟りのこう応用の知恵という意味かね、そういう意味ですよね、法。それからこの応心、応心、最後の応は、これやっぱり心がですね、こう安定した、まあその心がいろんなものに対応する、そういう姿と言ってもいいですね。応心の釈迦牟尼であると。つまるところ、この方針、方針、応心という、真理の3つの存在の様態を一心に満たしていると解釈することができると。まあ難しくと言ってあれですけどね、まあということは大したことない、簡単なことですが。で、この完全充足した一心を3つの存在状態、三心に分けて表すところは、猿楽でいうところの沖縄の式三番、三番 の表現となって現れると。こういう神としての次元、衰弱を知れば、ますますいろいろなことが分かってくると。第一は住吉の大明神である、あるいは諏訪明神としても塩釜の神としても次元をなさる、伊豆のそういう権限として次元したときに、天皇の勅使と直接対面を行い、筑波山、筑波山では驚異的な岩石の形を持って出現して、山系の人々に、まあ深いですね、こう感銘を与えるということになるわけです。で、そして与えて結縁していくということね。で、神秘的な解釈ではこう言われると、本地衰弱は全て本体は一つであって、不増不滅、常住不滅の神秘の唯一心に集約される、明宿宗は言うと。これはだからね、まあ明らかにアマテラス、あるいはね、こう中心なる日本の神ね。まあ私はだからそこにこの高み結びの神を見てるわけです。これはまあ後でまた記事を読みながらまた説明しますけれども、このように明宿宗によると、仏教的な意味での存在の本質、物質性とは、大日如来や阿弥陀如来、釈迦如来という三位一体であり、この三つ組が沖縄と同一だとされている。沖縄はさまざまな神の姿として衰弱を見せるのであり、その代表例はまず住吉明神であると、明神であると。続いて、諏訪の神、塩釜の神、宗湯山の神、筑波山の神に挙げられると。いずれも自然の力と密接なつながりを持っている。しかしこれらは全部ですね、後から生まれた神々で、本地、つまり国土開闢というかですね、そういう時代の神じゃないんですね、後の神である。まあ、そういう人たちにずっと派生しているということね。で、その根底にはですね、木々にあると私は見てるわけです。で、これは木々っていうのはもう、まあ、私は明らかに読んでるはずですから、まあ、これはもちろん比叡のあれが、まあ612年ですね、世に出したわけですけれども、この時に比叡のあれっていうのはどうも果たし系だね。 ですからいろんなこう知識を知っていて、また日本もよく知っていると。で、あそこに富士山が出てこないのは高間原っていう言葉を使ったために富士山が消えちゃったわけですね。高間原に富士山がある。あるいはなぜこう東国のことを言わないのかっていうのは、高間原という言葉を皆さんがね、東と取らなかったから。これは東と取ればですね、まさにその日高国のことだって、それで古事記はつながってるんですよ。だけどあそこに高間原って言ったためにね、各地の人が自分のところに高間があると思い込んじゃったもんだから、だから九州にあったりね、四国にあったり、もういろんなところで自分のところは高間があるって言ってる人がいるわけ。あれは全部嘘ですよね。やっぱり具体的に縄文時代があっ
って日高神国があって、そこを高間原と呼んだ。だから筑波山とね、鹿島神宮香取神宮のあの辺に高間原という土地がまだ残ってるんです。それは現実にそこがそうだったからということですよね。ですからそういうことをね、今しっかりと認識しなきゃいけない。で、まあこのその根底には危機があるということですけれども、それと同時に日本書紀でもね、日本書紀でも天地初発発情一章第四にまた曰くというところでやっぱり登場しているわけですね。また新代下でも高間原から足原中津国に神だのを下ろす神として記述されているわけです。で、天津国に御霊の子である雨の若彦が天孫降臨に先立って降りた降ったが覆明せず、門跡の使者の兆しあれですね、鳥がですね、泣き目があるとですね、これをそのマイルとこれを矢で射殺してしまった。で、その矢は高間原まで届き、高見結びの神がもし高間原に背く意志があるならこの矢に当たるであろうと述べて投げ返すと、矢は雨の若日、ね、子に当たるわけです。だからここのところで現実とこう高見結びが結ばれているということですよね。こうで、そこのところがね、やっぱり天地開闢からずっとおられる王であるということがと符合するわけです。で、次に即位前の神武天皇が熊野からですね、その大和に侵攻する場面で神武天皇を助けた高倉家、ね、の夢の中に高見結びのが登場するわけです。漢十五の喧騒記に、あえ琴城が水間に派遣され壱岐および対馬に立ち寄った際に名前が登場し、月神と日神の祖であり天地と創造した功績があったとされている。また演技式の祝詞でもですね、出雲国神合祀でね、神主高見結びがとされていると。で、造形の三神はですね、一人神ではなかったんですね。一人神そこで消えてるんじゃなくてずっと続いていた。で、それを結ぶ神の真ん中にこの高見結びがいたというね、このように天照大神にの背後に存在して神武天皇時代を超えて日本書紀で天宗天皇3年480年に月神神の託位を朝廷に伝えたという阿江の琴城の5世紀まで語り継がれているのであると。天皇の祖先神として存在し続けておられると。だから一つの家系がですねずっとあったっていうことで、これの顔が沖縄であるという。で、つまりこの米宿州は住吉大神を挙げることによってそれ以前の根本の神高見結びの神に代行させていることにもなる。なぜならそれ以後の日月静粛の光降りて以降の言葉はまさに天地開闢の時の造化三神の道化三神の役割と同じ内容を語っているからであると。で、後の皇室は高見結びの血を引いているとされるわけですが、
紀事神話に特に四書記では高見結びのは天照大御神よりも優位に立って天孫降臨を指令すると。このため高見結びが本来の皇祖神だとされて考えられている。これは今の皇室がそうなんですね。まあ宮内庁はどう言っているか知りませんけれども、私はまあそう思っているわけです。でコンパル全地区はですね、その際に静粛宗というこの言葉で使っているが、この北はね、これはあの今言ったさっき言ったですね、中国から来たその鎌倉時代以降に強く影響を与えている天照大御神、月読み事の高間原の神話時代に存在しなかった北極信仰、北極静粛、このことをコンパル全地区は言っているわけですけれども、しかし能楽の創始者といわれる畑川勝時代はそうした知識はなかったと私は見なくちゃいけないので、本釈禅師は決してその北極星信仰を言うべきじゃないと私は見てるわけですね。で最後にですね、翁の面について、この能楽の祝い言葉ですね、祝い事の曲で式三馬で、第一は潜在が舞、第二に翁が舞った後、三番目はこの狂言型が出て務める要人の舞となっていると。まあこれも流派によって違うんですけど、まあこうちょっとひょうきんなね、こう動きをするわけですが、でところが問題は黒い面をつけて舞うわけですね。その面も、その面をもういうご祈祷を千秋万歳めでたく舞い収める式三3番目の浄という意味であると。で大きなの面は決して鬼の面のような両面が両眼が見開き鼻が高いふぬ像とは異なり、これはあの大きなの対照的なものが鬼の面なんですね。その面とは全く違うんですよ。で穏やかな両目が引き目でですね、日本人であることは明らかなんですね。つまり日本の神であると、鬼はですね果たしの神である。だからそれは出雲系ということが言えるわけですね。で脳のその全て畑氏系の畑川勝の考え方、あるいはまあ私に言わせばユダヤ的な考え方が日本の中に入り込んで、そこで死者の国が出来上がる、あるいは恨みつらみ嫉妬、そういう神道ではお祓いをして消えていくものが、脳にはちゃんとそれを持ってきた人がいっぱい出てくるわけよね。でそこがやっぱりあの脳の面白さであるわけ。で太陽と月と諸天体の光が地上に降下して昼と夜の区別ができ、物質が生まれ、またその光は人間に宿ったのである。太陽と月、星の3つの光は猿掛けに言う式三馬に対応するものであると明宿集にあるように、面も明るく微笑を浮かべ、その動きにも似たたおやかさがあるという。でこれがですね、やはりあの白い面をつけた時に日本人的であるというのは、だから縄文日高見国の日本人を表しているということを私は推測するわけで、そういうぐらいのことは畑川勝は知っているはずなんです。畑川勝が日本に同化したんですから、その前の蘇我氏は天皇を殺そうとした、聖徳太子を殺したんです。だからそれを見た畑氏は644年に逃げるんですよ。643年に蘇我氏が聖徳太子の一族を全部殺しちゃったんで、でその後これはまずいっていうことで逃げて、そして日本に
まあもちろんその時まで聖徳太子の側に立ってはいたんですけど、初めて日本の側に立って日本に同化して日本のために尽くすと。で一方3番目の舞う大きな国式場は沖縄に比べると他に馴染んだ庶民的な強権さがどことなく感じられると、まあ、この右の写真をご覧になってくだされば分かるんですね。ちょっと世俗的な、ね、顔して、でこの大面、この沖縄面から国式、黒い国式場の面の変化の中に日本の歴史の変化を見て取ることができるっていうのが私の見解なんですね。古墳から発掘されるユダヤ人埴輪に見られるようにユダヤ系畑氏が日本で活躍するようになり、畑川勝が能楽の始祖になって日本の演劇を支配するようになると、日本人の高輪時代、すなわち飛騨神国時代、縄文時代の太陽の昇る国、関東東北に持ってきた、つまりそれが日高見高間原だったわけですから、やってきた縄文時代の人々が太陽の日に照らされて明るく輝いていた時代の沖縄、これは高見結びの顔と、畑氏らがやってきた大和時代以降の日本がこうした沖縄の顔に変貌していく姿を表していると、ということが考えることができるであるということが、まあ私の考え方で、だからといって私はね、ではないかということなんです。これはもう脳というのは芸術ですからね、歴史じゃないんです。ただそういうふうに解釈したんだろうなということを言うだけのことです。だからこれはもうそういうことはね、ちょっと歴史そのものの、この前やったね、義経がチンギスハンだっていうようなことは3つの確証であります。現実の確証ではあるわけですけれども、これはね、それを確証したところで芝居ですからね。だけどそういうことがこの沖縄を見ることによって理解できると。非常に厳かな、こう、神道のそのもののね、この舞台作りということと、そして沖縄っていう存在の日本的な価値ですね。これはもうまさにですね、年功序列の典型的なですよね。年取ってから人々は自由になるというね。これはまあ大事なことなんですよ。で、なぜ私がこれ頑張ってるかというとそれなんですね。年取ってから分かってくるんですよ。野村先生もおそらくそういう境地になられ始めたと思うんですよね。だからやっぱりそういうことがね、日本人の在り方なんですよ。で、沖縄っていうのはまさにそういう顔をしているわけですね。もちろんだから神は人なりですから、ね、皆さんのものでもあるわけです。まあそういうことでね、ちょっと沖縄についてお話ししました。どうもありがとうございました。